はいどうも、Go の GoGoTV です。今回なんですけど、こちらにガシャポンのカプセルがあるんですけど、このガシャポンはこちらですね。仮面ライダービルドリミックスライダーズ03。全4種類ということで、今回はなんと、普段ガシャ運がめちゃくちゃ悪い僕でも7回でコンプリートすることができました。一応まあ赤が3つと黄色が2つ、青と緑が1つずつということで、まあ赤がちょっと3つ被ってはしまいましたが、まあなんとか無事2100円分で コンプリートすることができました、まあ、おそらくコンプリートだと思います <laughs> この,あのリミックスライダーズ系のガシャポンは、まあ、このような感じで種類でカプセルの色分けがされているので、もう非常に分かりやすくてありがたいんですよね <laughs>。はい、というような感じで、まあ、今回こちらのリミックスライダーズ03を開封していきたいんですけど、ラインナップの方を見ていきたいと思います。一応まあブックレットにはこんな感じで、ラビットタンクスパークリングフォームが映っておりますね。はい、では見ていきましょう。ラインナップはこんな感じ。 1>, 1番、仮面ライダービルド海賊レッシャーフォーム2番、仮面ライダービルドオクトパスライトフォーム3番、仮面ライダービルドラビットタンクスパークリングフォーム4番、仮面ライダークローズということで、まあ、このフィギュアの醍醐味はこんな感じでパーツを組み替えてフルボトルチェンジということでこんな感じで組み替えることができますしあと、ラビットタンクスパークリングと仮面ライダークローズに関しては顔と胸のアーマーが外れる感じになっているみたいですねどんな感じになのかちょっと楽しみですね、はい、では まあ、おそらくコンプリートしていると思いますのでとりあえず各色1つずつ開封していきたいと思いますはいでは4色並べましたんで開封していきましょう一応ブックレットはこの赤色から取り出しましたんでこれから開封していきましょうでは1つ目せーのドン赤はドンということでこれはラビットタンクスパークリングフォームですねこんな感じもう今回バラバラじゃなくて足2本と まあ胴体、まあ、上半身部分って感じになっておりますね。おー、なるほど。で、ビルドドライバーの方もちゃんと、ラビットタンクスパークリングがはまっておりますね。ちょっとこれ、反射して見にくいん、ね、で、また後で開封して見ていきたいと思います。とりあえず赤はラビットタンクスパークリングフォームですね。では、青いきましょう。青は、何かなせーの、ド、ド、ド。おこれはあれですね。仮面ライダークローズですね。 こんな感じ。もうやっぱ色分けすごいですね。<laughs> はい、こちらもこんな感じになっておりますね。胴体で足2本という感じになっております。はい。では次は黄色いきましょうか。黄色は何かなもうなんとなく見えてますね。<laughs> さあ、じゃあ黄色はドンということで、こちらはオクトパスライトフォームですね。はい。こんな感じになっております。なんかピンク色のものが剥がれとるけど、これ大丈夫 <laughs> <laughs> 何かなこれははいこんな感じになっておりますで緑色最後は緑はもうこれはあれですね電車ですね <laughs> 電車側の色ですねということで開かないですねということでドンはいこちらは仮面ライダービルド海賊列車フォームですね、はい、こんな感じになっておりますはいではとりあえず袋を開けて取り出していきたいと思いますはい 袋から取りり出すす。とこんなな感じになりますではまずは組み立てからやっていきましょうではこちらのラビットダンクスパークリングフォームを使ってやっていきたいと思います組み立てはこのちょうど足のこの部分ですねちょっと影になって見にくいですけどそょこの部分にこの差し込む部分がありますんでここにこの足を差し込んで差し込んで反対側の足も差し込んで <laughs> これ恒例ですよね。このビルドドライバーが取れるのは。やっぱ相変わらずビルドドライバーは取れやすいんですよね。押し込んで、で、あとは台座。まあ、これが一応台座扱いになるんですけど、これをここに差し込めば、これで完成ですね。はい。こんな感じで完成いたしますね。たこの台座がなんかバランスがいいやつもあれば悪いやつもあるんで、なんか待ち待ちなんですよね。<laughs> あんま多分バランスが良くないやつですよねこどっちなしにつけるのが正しいのかちょっと分からないんですよね <laughs>。特にこの台座に関しての説明は説明書にはないんであ一応こんな感じですけどなんかなんかずれとるな <laughs>。こんな感じですね。はいこんな感じで完成しますんでま組み立て方は本当に足刺してまあ台座刺すみたいな感じで結構簡単な感じで組み立てができますんでとりあえず残りの3つも組み立てて ボンドを出していいいきたいと思いますはい、では全て組み立てが終わりましたんで、見ていきましょうか。ではまずはラビットタンクスパークリングから見ていきましょう。うん、いいですね、こんな感じ。<laughs> ちゃんとスパークリングになっておりますし、まあ、このビルドドライバーにもちゃんとラビットタンクスパークリングが刺さっておりますね、うん。色分けもいいですし、ちゃんとシュワッという感じの表現もされておりますね、ここら辺とか。 この,ちょうどこの部分もちゃんと炭酸がはじけているような感じの造形がされております。で、可動箇所は腕ですね。腕が一周は回らないですね。こっちもちょっと一周は回らないですね。はい、こんな感じになっております。また後で分割の方はやっていきたいと思います。はい、ラビットタンクスパークリングフォーム。次は仮面ライダークローズですね。これもなかなか色分けがいいんですよね。 この部分なのもちゃんと塗装ですし、この辺も塗装。で、複眼部分もちゃんとこんな感じになっておりますし、ベルト部分もちゃんと塗装入っておりますね。はい。こちらも可動は腕、石は回らないですけど、腕と両腕ですね。いけますね。で、ビルドドライバーのにもちゃんとクローズドラゴンが刺さっておりますね。はい。こんな感じになっております。 で、こちらはちょっと台座こっちについておりますね。<laughs> これはあのバランス見ながらあの左か右かは決めた方がいいと思います。はい。で、次がオクトパスライトボームですね。仮面ライダービルド。目の部分はこんな感じ。こちらがライト。こちらがオクトパス側になっております。で、この辺もちゃんと塗装されておりますね。結構細かいところまで塗装されておりますね。で、サーチライトもこんな感じになっております。で、タコの方の足部分はこんな感じになっておりますね。まあ、ほぼ一体構造になっております。 こんな感じですね。うん。まあ、これは裏はあんまり気にしちゃダメなフィギュアなんで <laughs>、1回300円なまあ、これぐらいのクオリティかなって感じはします。はい。では、最後は海賊列車ホーム。こちらも、なかなか伏眼がいい感じの伏眼しておりますね。で、この辺の塗装もちゃんと細かく入っておりますし、こういう感じで線路のところにもちゃんと塗装が入っております。で、こちらもこんな感じになっておりますね。で、マントパーツもちゃんと。 まあ一体型で、はありりますがついております。はい、で可動はグルですね <laughs> で。これはちょっとマウントがあるんで、あんまり動かないですけど、まあ、後ろには動く感じになっておりますで。よく今ちょっと見てみたんですけど、クローズはちゃんとベルトのところこ塗装入ってるんですけど、他のものに関しては塗装が入ってないんですよね <laughs>。って考えると若干クローズの方がコストがあの削れてて、 まあちょっとここもせっかくならベルト、塗装入れるかみたいな感じで入れたのかなって感じがしますね。ちょっと先ほど置くとパスライト、可動やり忘れたんで、可動やっておきますが、こんな感じですね。はい。では、とりあえず全て紹介しましたんで、ちょっと分割してみましょうか。はい、では分割してみましょう。ちょっと分割の時は、あの、なかなか手袋をつけてると、あの、分割する時難しいんで、ちょっと手袋外させてもらいますんで、ご了承ください。 ではまずはラビットタンクスパークリングフォームからいきましょうこれは確か顔がボコっといくんですよね説明書を見るとああ足が外れた <laughs> これほんとあっちこっちあのうまいことやるので外れるんですよねまあでも分割して遊ぶもので、まあ、それぐらいポロッと取れてもらった方がいいんですけどこんな感じでとりあえず顔が外れてあとなんかこのアーマーも外れるって書いてありましたねもうほんとあっちこっち外れますねこれ <laughs> このアーマーが外れるんですけど、ものすごい外しにくいっすよねちょっと。とりあえずもう手も取ろう <laughs>。もうむちゃくちゃ <laughs>。むちゃくちゃ <laughs>。めちゃめちゃ硬いですね。あ取れましたね <laughs>。もうほぼなんか全部取っちゃった状態になってるんですけど <laughs>。はい、こんな感じで、とりあえず全部取れましたね。はい。では、まあ、この要領で仮面ライダークローズの方も分割してみましょう。 はいでは、仮面ライダービルドのラビットタンクスパークリングフォームの顔とアーマー取れましたし、あと仮面ライダークローズの顔とアーマーも取れましたんで、これ入れ替えてみましょう。では、まずはこのクローズの顔とこのアーマーをラビットタンクスパークリングフォームにつけたいんですけど、これまず多分このアーマーつけてからじゃないと、あの顔つけてからアーマーた多分なかなかつけにくいと思うんで、つけて、顔を顔つけると、あ、完成 <laughs>。完成しましたね。これは 仮面ライダークローズ、ラビットタンクスパークリングフォーム。<laughs> 絶対これ実在しないフォームですね。はい。で、こちら、このクローズの、この、側の方に、こちら、ラビットタンクスパークリングフォームのアーマーをつけて、アーマーつけて、顔つければ、はい。これ何なのかな仮面ライダービルド。えー、っと <laughs>、顔だけラビットタンクスパークリングドラゴンフォーム。 が完成しますね <laughs> これいい <laughs> 実在しないフォームをこのような感じで作れるのはなかなかいい感じですねまさかのクローズとの <laughs> この合体 <laughs> これなかなかシュールな感じになりますねはいではせっかくなんでこちらのオクトパスライトとこの海賊列車の方も分割していきましょうはいではこちらも分割していきましょう、まあ、こちらは今まで通りと一緒でとりあえずまあこっちは オクトパス側を残して、このライト側の方を全て外していく感じになりますね。外して、本、う、当、ん、恒例ですよね。<laughs> これは避けて通れない道ってやつですね。はい。で、顔を取って、まあ、とりあえずこういう感じでオクトパス側を残して、まあ、今度はこちら。こちらは電車側ですね。電車側を全て分割する形になりますね。こんな感じで。 分割してお避けて通れた <laughs> はいこれでもうあの組み立てるだけの状態になってりますんで組み立てていきたいと思いますはいでは先ほど分割したものを組み立てていきましょうではまずはオクトパス電車フォーム <laughs> オクトパス列車フォームでいいのかな作っていきましょうとりあえずこの先ほど外したこのアーマーをつける感じですねくっつけて で腕つけて足つけて足をつけてで顔つければ完成ですね来た来たこんな感じ <laughs> はいこれでオクトバスレッシャーホームの完成ですねで次はこちらこちらもとりあえずこの胸のアーマー部分からつけて腕つけて 足つけて足つけて最後にこのライト側の顔をつければ完成仮面ライダービルド海賊ライトフォームですはいこのような感じで分割して別のフォームに組み立ててこのような感じのものを完成させることができるこのリミックスライダーズの醍醐味なので まあ皆さんもぜひこちら購入したらこのような感じで組み替えて遊んでみてください。はい、ちょっと今すごい重大なことに気づきましたんで、まあ、ちょっと補足と、まあ、ちょっとこういう感じになっておりますっていう、まあ、ちょっとお話をしたいんですけど、こちら、まあ、ちょっと今分かりやすくするために組み替えて戻したんですけど、こちらが仮面ライダークローズの、まあ、ボディで、で、こちらがラビットタンクスパークリングフォームのボディで、こちらがまあ従来の まあ01とか02の方でラインナップされておりましたラビットタンクフォームのものなんですけどちょうど今あのせっかくなんであの顔だけラビットタンクにしてこちらを逆に顔だけラビットタンクスパークリングにしようかなと思ってやろうと思ってまあそのままこのクローズの体を使ってやろうかなと思ったらなんとクローズのボディ若干違うんですよこちらがラビットタンクスパークリングフォームでこちらが仮面ライダークローズなんですけどこの顔の部分のこの真ん中部分が埋まってるんですよね でこちらはラビットダンクスパークリングフォームなんですけどこちらちゃんと開いてるんですよでさらにちょっと先ほどあのご紹介するときにこの後ろの造形見なかったんですけどクローズはこの竜の背中部分みたいな感じでこんな感じであのヒレみたいな感じなものがついてるんですけど他の仮面ライダービルド系のものにはついてないんですよ、まあ、一応ちょっと他のものもお見せしたいと思うんですけどこちらですねこの今回のこの2つもまあこんな感じで まあビルドはこんな感じになってるんですよ。で、確かホークガトリングは違ったのかな。で、まあ、こちらをこんな感じになっておりますね。はい。で、まあ、一番重要なのは、まあ、こんな感じになってたんですよ。で、あの、なんでじゃあラビットダンクスパークリングフォームの顔はついたのかっていうと、こう真ん中がないんですよね。こういう感じで。この仮面ライダークローズと仮面ライダービルドとラビットダンクスパークリングフォームは。 ですので、これは別に普通についたんですけど、他のものは、ま、くっつけるとこんな感じになってるんですよ。真ん中にこのピンがあるんで、やっぱこの真ん中のピンがここを邪魔しちゃって、はまらないんですよ。でもやっぱりちゃんとこの仮面ライダービルド系なんで、このラビットタングスパークリングフォームに関しては、普通にはめることができるんですよね、こういう感じで <laughs>。ちょっと何気に遊ぼうと思って、クローズの体を使って、 刺そうと思ったら刺さらなかったんであれと思って確認したらそれ判明いたしました <laughs> ですのであの仮面ライダークローズの顔はあの外せますしあのラビットダンクスパークリングフォームの顔はつけることができるんですけど他のものには対応しておりませんのでそこはご注意くださいですけど他のものの体に仮面ライダークローズの顔はつけることができますね <laughs> そこはちゃんとつけれるんですよはいこんな感じで <laughs> 仮面ライダークローズラビットタンクフォームになりますねはいなんで顔をこうクローズの顔を他の体に移植することはできるんですけどクローズの体に他の顔ラビットタンクスパークリング以外の顔を移植することはできませんのでご注意くださいいやしかしこうやって見るとなんかものすごいアンバランスですね <laughs> 仮面ライダークローズラビットタンクフォームはものすごいアンバランスになりますはいでまぁ、あ、ちょっとせっかくなんでこれもつけておきましょうかはい 仮面ラライダーービルド、ドスパークリングアハーハ <laughs> はいこのような感じで遊ぶことはできますねはいこんな感じになっておりますはいということで今回は仮面ライダービルドリミックスライダーズ03を7回回してきて全4種類コンプリートすることができましたんで組み立てて組み替えて遊んでまいりました 相変わらずリミックスライダーズの出来が素晴らしいですし、まあなんとか最後あの、いじってる時に気づいてよかったですね <laughs>。あれほんと気づかなかったらもう多分そのままエンディング入っておりましたんで、とりあえず最後の最後で気づくことができてよかったですね。で、さらに補足するなら、この仮面ライダークローズでここのちょうど頭の上の部分の造形も違うんですよね。他のものに比べて。はい、こんな感じになっておりますんで、やっぱこういう造形の違いから、まあこのような感じで、 あの仮面ライダークローズの顔を他に移植することはできますが、仮面ライダークローズの本体には、ラビットダンクスパークリングフォーム以外の顔を移植することはできないってことが判明いたしましたんで、そういった感じの報告もすることができてよかったかなと思っております。結構重要ですからね <laughs>、こういうことって結構重要ですから、こういうあの組み替えできるアイテムにおいて、この組み替えできる、できないっていうことは結構重要なんで、はい。 まあ他の出来に関しては01、02の時と同様で、まあ、かなり素晴らしい出来しておりますし、まあ、300円でこのクオリティのフィギュアならすごいお得なんじゃないかなと思っておりますんでまた皆さんもぜひこちらのリミックスライダーズ03見つけたら回してみてはどうでしょうかでは今回もご視聴ありがとうございました